こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は覚醒の才能を使って打撃でバンバン経験点を稼いでいくデッキいきましょう。しどりみ、レイリー、サイガ、ノム、サイキ、そして先駆けと。で、今回は打撃と走塁に寄せて、もうここのダイナマイトでバンバン稼いでいこうという感じです。で、シングルのタックが凄まじい強いサイガ、ここが打撃タックに絡めば結構いけるんじゃないかなという感じです。いきましょう。骨関係も結構筋力系がサイガだと安定しますね。パワーヒッター、広角打法、そして固め打ちと、この辺もポイント高いのかなというのと、あとは丸石をもらえるやつを大量に入れておくことで、打撃タックで筋力、技術、精神、そして貯蔵庫でしっかりと飲む、いねえわ、その辺を稼いでいくという話になってます。で、あとどうしようか、あんま体力使いたくないんですよね。でもびっくりしてないし、ノムもいないんで、まあその辺はちょっと考えつついきたいですね。まあこれはしょうがない、行くしかない。よし、1回目。あとは、監視が、貯蔵庫じゃないか、設計図誰もくれないので、肩の練習ですね、特に。そこは、モグラが集まってきたら、まあ、早めに潰したいというところではあります。雫石が欲しい。雫石はどこでも稼げるか。おーい。これなんとも言えんな。さすがに稼いだ方がいいか。うん、雫石も稼げるし、さすがに稼いどこ。よし、土村さん、高校固有キャラこれがいいね。で、丸石が1個作りますと。うん、精神いいでしょ。なあ、体力消費ね。ノムちゃん踏みたいな。おにぎり、エール、ハチマキ。先駆け走りましたね。うん、これは最近行くか。まあ、丸石連打にはなるんですけど、まだ連打でいいね。丸石は最低でも2個作って、ちょっとこう600点、便所入れたいんで、まあまあいいでしょう。3。あー、なるほどね。そういう感じですか。うん、ここはさすがに3取る。まあ、こういう時ですね、しっかりと肩練習で抑えておきたいというのと、ちょっとガチャしとこうか。うん、丸石もやっぱり作りましょうかね。雫石ないからガチャしていかないとだね。で、肩は枯渇をさせていって、あとはまあ守備、そして精神ぐらいかな。ダイナマイトとコーパイブ1個ずつ入りましたね。ノムちゃんおらんかね。雫石でいいやろこれ。うん、ダイナマイトを2つと、あーごめんなさい、購買部を2つと。あ、素晴らしい。これはこういきましょう。最後片目打ち押さえちゃうか。で、16入ってると。購買部一応2個作れる。おにぎりガチャしとけばいいか。おにぎりガチャっときます。オッケー、評価いった。よーし、ようやく。あとは宝石ちょっと作らせてくれれば順調。ここまで来るのだけでも長かった。
頼みを期待してるよ。はい。あー、なるほど。どうする？このダブルタック自体はとても強いです。いいから行っちゃって。丸いし、まあ、怖いのはいいでしょう。で、ガチャしといて。まあ、ダイナマイト作るにあたって、やっぱりどうしてもこれを行くのはちょっと違う気はするな。うん、頼む。先駆けレイリー。二人積んでるから、さすがに。監視所どんだけ。てか、評価上げないとな。評価上げないとなってレベルなんだけど。監視所どんだけ状態か。困っちゃったね。これはこれで。で、まだレイリーが評価いってないですね、まだ。レイリーのびっくりが欲しい。やっぱこう考えるとミチルとかでもいいやつをもらう調整をしてもいいのかもしれない。うん、ここは亀石飲むレイリーですね。彼女にはなってる。ありがとう。うん、マックスだしいいでしょ。うん、野手だと結構成功するな。依存は野手能力のどれかなんでしょうね。はい、 OK。 ようやくやな。購買部はないと。センサーでガチャるか。でガチャるついでにツルハシも行きましょう。先立っちゃうとこれしんどいな。わかんねえし、しかも雫石足んなくなった。で、ただここ3だな。さすがにここはスターで。うん、守備練習でもいいが、うん、ラブパワーは入らず。まあ、体力の維持も大事なので、積極的にラブパワーとかは狙っていきたいですねっていう話と、これは、なるほど。2回目ですね。所持限界になってるけど。で、これはまあありがたいかっていう話と、まあ、筋力いっといたら割かし安心できるけど、いろいろ。バランスですよね、雫石とあとは亀石に関しては。レイリーがもう2回走ってるのか。ミートバーサルあげましょう。あ、ダイナマイト発動した。弱そうやな。活気全然足んねえな。あ、まあ活気がない割には強いか。ただこれで取ってもしょうがないような気がするけど、いいか、取っちゃう。打撃と走塁はもう本当に枯渇厳しいんで、まあそんなケチんなくてもいいかなって感じですね。で、飲むで2回目のデートを繰り出しつつ、おぉ、精神。お、来た。80か。いやー、いらんかな。80、別にいらんかな。うん、あげられないのと、何にも作れないがしんどいな。
精神メダルとりあえず置いときましょう。ノムの2回目で全力練習です。でお正月で健康を選んで体力を落としましょう。高バイブナイス。いやー大凶。まあまあよきよき。うん、ダイナマイトは亀にしか足りない。レイリーいいですね。拾いましょう。うん、体勢は徐々に整ってきたな。で、ここ上げる。で、亀石が大事になってきていると。57枚。先駆け行きましょうか。おむすびもありますし。何アンダー取ってんのかな。まあ、丸石が欲しいかな。うん、先駆け。もう一丁取れると。もう一丁取れるのか。まあ割と大きいですね。もう一個くれるんだけど。本塁生還。筋力か。筋力が一番読めない。サイガのタック次第みたいなところがあるので。肩生きてーけどな。まあガチャしたいなと。臨床メダルでガチャるか。宝石が一応作れる。ノムのデート突っ張るか。さっさと終わらして、あとはもう喫茶店とかに行けるようにしときたいんですよね。体力回復が結局飲むちゃんないんで。でここからが本番なので、今2300点ですけど、まあここから期待したいですね。2回目ナイス。うん、レイリー行っといた方がいいんじゃない。一応亀石も入りますしね、回復もできるし。うん、ちょうどいいぐらいでしょう。血のれみで回復して、まあちょうどいいぐらいだと思います。よし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 。で、亀石を吸い取りましょうか。あとは、ダイナマイトレベル2に先にしないとかな。まずはここ行って、宝石の採掘所行ったらマジ辛いそうな。相当しんどそうですね。まあどこかで勝負はしていかないといけないのは分かっているので、どでかいタック頼むで。4バイブ入りました。うん、肩佐伯ですね。これで丸石を取りに行ってがいいか。守備職人、うん、入ってますね。で、レイリーか。先駆けも走ってるんで、ここ拾っていきましょう。肩は順調そうだけど、総理。東
外性で回復しましょう。ようやくダイナマイトも出ましですか。うん、まぁ、ちょっとまともって感じですね。どっち行こうかな。臨床の方がいいか。うん、臨床行こうかな。スカウトもおられるようですので。うん、金が足んねえな。まあ、技術精神はどっかで取れる、絶対。B まで上げてるよ。B まで上げてるよ。ナイス。かなりナイス。うん。なるほど。むちゃむちゃなんか守備強いな。まあ、行っていいんじゃないですか。購買部上げちゃうか。丸石先作ればよかったけど、まあいいか。ラブパワーナイス。うん、亀石取りに行きましょう。で、丸石ももう一個作れますねと。なんでこれ A は乗せていいの。わりかししんどいわけです。うん、まあ踏んでないですからね、打撃。その辺を待ちつつにはなるか。うん、亀吸収しておきましょう。これで丸石もう一個いける。体力戻しておきましょう。今技術も足んないんで技術寄せます。うん、まあ悪かないか。亀石もう一個欲しい。もういらんもんね。亀取りに来ます。他のとこもいらんわ。サイガが走りました。うん、今んとこアタックはダイナマイト一発だけっていう感じです。もうちょっと欲しいかな。ちょっと筋力も足りない。パワヒない。弾道上げときましょう。大丈夫、タック一発で取り返せるはず。さすが高角打法。うん、いい当たりですね。あたした。ここは欲しいよ。クソ強し。下げ掛けでいいでしょう。まあ強いですね。ここが最も強そうですけど、まあ婚礼を通らせていただいてもしょうがないっちゃしょうがないんだよね。うん、まあいい感じね。まあ、ここかここでしょうね。800、500、700。そんな変わんねえか。本類生還2回目。前目が走らんな。佐伯拾いたいですね。多分枯渇寸前にはなってますね、ちゃんと。丸石作っていいか。あと1ターン待ちますね。おっと、回復しないと体力。どうしよう。
次タック来たら困るな。うん、まあしゃあね。そしてタックがちゃんと来ましたと。でこれを立てて、ここ崩してツルハシ、ツルハシ分あるかな。ないね。重くそうないね、ツルハシ分。まあ稼ぐんならここで一気に稼いどけばなんとかはなりますね。うん、やっぱり敏将精神、まあ敏将いい感じだな。うん、精神もなんだかんだ足りますね。どうするかな。ツルハシこの状態でいいよな、別に。無理に2段行く意味ってある？ないよね。ない。うん、あとはタック待ちやな。で、敏将ポイントはもう死ぬほど入っているので、他のポイントを稼ぎたいですね。うん、亀やね。亀を稼いでここ枯渇させましょう。中央精神もう一回取れるけど、ラブパワーナイス。丸石まだいるよな。ここを上げれるな、1だったら。うん、上げちゃう。319、もういらねえんだよな。319とか言われたら。ただ体力は回復できる。そういうところに釣られていく。精神作って取るか。いや、もう作っちゃったか。いいか。最近感想です。狙いの打撃タックがまだ来ない、それが問題や。これ9か、掘っちゃうか。そろそろ技術とか、まあいろんなポイント入れていかないと足んねえわ全部。精神打撃なんか枯渇させられそうじゃない。まあ今は体力つかなくていいか。丸石はもう十分すぎぐらい入ってる。入れ替えるかなんか、それかデートとかし始めるか。うんーで、ここが宝石1個か。ん？今乾燥した。あ、乾燥しましたね。でそんなに入ってんのか。死ぬほど入ってますね。真実奪回はまだ待ちか。一層もいいでしょ。多分バーストとかも取れるなという話と、丸石作んなくてもいいな別に。むしろ重たいまでやるな今。守備が少量、攻めますか。あー、まあいっか、攻めなくていいか。いや、いやいや、攻めよう、攻めよう、攻めよう。
うん、メンタル悪くないですね。やる気戻した方がいいかな。はい、ラッキー。マエビ来ねえ。うん、タック入りましたね。オッケー、これですわ。これを待ってたんだ、ずっと。これを僕は待っていたんです。で、筋力もちゃんと入ってますね。レイリーか。まあ、なんかあんまり取んなくてもいいのかな。ここは潰していい。そうですね。10か。ツルハシあげるか。今入るよね。だって黄色多分。うん、入るな。ツルハシ行きますかっていう話と、13。これなんとかしてんの。13ってなんかある？ 13を探す旅技術。ホーム死守。ホーム死守が9。ないね。サブポジキャッチャーとかもダメだな。まあ、いいか。1ぐらいいいでしょ。待ってました。首を長くして待ってました。この一撃が最側大きいですね。これ精神積んでるんだったら積んじゃった方がいいかな。その辺が分かる。筋力足りましたね、これで。足りてるかな、どうだろう。基礎値はすごそう。一撃で凄まじいの入るね。あ、弁償花口足りて、なんかちょっと欲しいんだな。なんだ、そうなのか。意外やな。うん、でも多分足りないんだよな。デートしないと足りないんですよね。先駆け行ったら、枯渇寸前2箇所。あ、まあダイナマイトでいけるか。最悪行けなくてもなんとかなる。で、丸はもういらないと思う。臨床メダル、精神メダル、精神にする？臨床かな？精神割りかし足りてないよね。臨床は今から入れるし、これでいいか。ダイナマイトもなくなる可能性あるけど、ここでいいか。さすがに枯渇に動きたい。このタック入ったし。よし、あと守備いけば終わりですね。いや、すさまじいの入るな、やっぱり。キャマル。今のでだいぶ変わりましたね、本当に。劇的に変わったと思う。うん、上限は全部いきました、この時点で。で、鶴瓶打ち。うん、金徳が足りてないですね。しどれみと、先駆けもいってないのかな、これ。やっぱ、マイベーはかなり、しんどいもんがあるな。相棒キャラの方がいいかな。まあ、イベント言うて1個しか変わんないですけど。よし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 。まああれが連発すればもう間違いなく凄まじい選手はできるので、もうその辺を
頑張っていきたいですよね。まああれは求めすぎですけど、ダブルタックとかでも正直いいので強いから、その辺を狙っていきたいかな。よし、次行きましょう。まあ、ミチルでもいけるような気がしてきた。サイガでいけるんだ。2回目。さすがに総力 S だからね。まあ、来ればいけるでしょって感じ。来るかどうかは知らんですけど。印象メダルさん。あー、まあ、終わりやな。終わり。はい。まあ、程よく守備を組みつつ。枯渇しましたね、エスキラ。あとはメダルで稼ぐ感じかじゃん。うん、まあ、メンタルがまだ一応ワンチャンスあるので、ここはもういらんと。なんかメダルでいっか。ダイナマイトないか。印象メダル使っちゃいましょう。で、え、ダイナマイト狙う？一応このタックいくぐらいだったら、もうちょっとでかいタックもあるかもしれないし。うん、マイベがマイベ笑ってなってる。いやー、マイベ乾燥しねえなー。あー、やっぱ先駆けもないですね。お待たせ。マントルの野手マイベ本当に地獄やな。もう結構 PG 級の選手2人潰されてるので、まあ厳しいんだな。やっぱ相棒にしないともうダメなんだな。厳選できないと思う多分。マントルリードで迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている稲本。第2球、okay. 打ったに当たりだ。ライトバックしていった。稲本ヒットを放ちました。あ、そういうところでもエビルの方がいいかなと思ったりはします。ワンアウトランナー1塁という場面でしょう。稲本打った、これは強烈センター。好きなとこ行けばいいと。ここで一応便証もらいつつ、肩足取り身かな。まあ、便証が欲しいのか精神が欲しいのか、そしてコツは何が残っているのか次第。打球伸びとか残ってるんじゃない。うん、そうですね、打球伸びいきますか。で、結局マイウェア2人未完走ですね。なあ、くれねえか。しどれ見て。OK。もう一発あるかもしれないなあというので、待ちでいいというところと、質が。もう打開いいやろ。知らん、知らんって感じ。お待たせ。番。マントリードで迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面で稲本。スプリットいいとこ投げてくるな。ビクって体が反応しました。あ、いけると思って。攻撃に入ります。先頭バッターは稲本。投げた。タイミング合わない。1ミリも合う。第2球。よいしょー。リードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で稲本。今日3打よしよしよし抜けた稲本ヒット。マントリードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で稲本。初球打ったセンター交代。ダイレクトで当たった。稲本これ分かったでしょ。さすがに油断しないでいこう。あのタックせっかく引けたからね。
メンタルありがてえ。うん、まあいいでしょ。光っただけ最近偉いよ、今の。肩もいってるもんね。うん、金徳は全部かな。あ、笑った。笑っちゃった。1、2、3、4、5、6。は ?6? 恐怖の真似とかで7か。え ?7? 3つ足んないの。あれ何が足りないんだろう。高校金徳は言ってるな。雑賀の一級入魂もしかして言ってない。は？え、ちょ待って待って。は？ひど。はあ？すごいな。ちょっと本当。マントルのイベント完走率だけなんとか、なんとかお願いします。マントルやる気になんなくなっちゃう。野手。マントルリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で稲本。確定2人いけないはかなりきついですね、正直。マントルリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で稲本。今日2打、初球出てた、抜けた。稲本ヒットを。うん、やばい、ここ負けたらマジでシャレのない。今日3打数3安打稲本、スリーベースヒット、サイクルヒット達成となります。第2球投げた、うわー、シュート、いいとこ投げるな。宇田川一塁キャンバス踏んでアウト。怖っ。マントルサヨナラのチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で稲本、全てを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。黙ります。ここ外れても、投球はこれから3球目。危ない球。さあ4球目。おい、そのなんでボールなんだよ。アウト、スリーアウトチェンジ。それは振るやろ。勝った、危ねえ。危ねえ。チームメイトに勝たせていただきました。オッケー。拾う神ありって感じやな。まあ、筋力でしょうね。見る感じ。多分パワヒないもんね。なるほど、パワヒなかったのか。サイガいてパワヒないってすごいな。サイガのいる意味。うん、筋力でいいかな。さあ行きましょうか。いやー、これきついな。三掛けか。完全に外れた。第二球。あのタックが入る前提でめっちゃ強いけど。第三球を投げた。まあ、全力よりは多分回数入ると思いますし。入った入った。金徳もまあ4取れるし。ワンアウトランナー二塁という場面で稲本、投球これから2球目。打った、これは。そう思うと全力でもいいのかな。一応3つは金徳取れる。マントル追加点のチャンスです。しかも査定高いし。稲本今日4打点を挙げています。全力確認割とやれるのかな。第3球、3球目からすげえ打てねえわ。これ打てねえよ。うわ、危ねえ。さあ5球目。よし、あとはフリート高校も結構楽しみですね。お知らせの方にエプリルフールではあるんですけど、まあそういう、シュート逆方向やんか。左投げだったわ。ナイスフォーク打ち。まあそんなお知らせも来ていたので、フリート候補もいつか実装があるのかななんて思ってます。どんなもん。セクヨン何点稼いでるか気になるな。セクヨンの跳ね具合ではやっぱ可能性を感じますね。あのタック2回入れればいいだけだからね、本当に。
それで野手はもう能力足りるからね、剣技術。8000点出てますね、最後。すげえわ。満塁男。はい、以上です。以上です。現場からは以上です。で、そうですね。左、盗塁。あとは、ここが80、95。怪我しに行くさ、行きてえな。臨床関係、これなんとかならんかな。ならんな。臨床はなんとならんな。まあ、どうあがいても臨床系はしんどそうですね。100にするしかないもんね、多分ね。逆境。うん、特能的にはホームと突入とムードぐらいしか取れないか。土台だ。まあ以上でしょう、今回は。まあ、とにかく金徳がいかなかったっていう残念さ、まあ3つ参加系なので、まあ目安的には7はいっていて、8に手がかかったかぐらいだとは思います。で、あとはこのタックが一発入れば、まあ、サクセス中に2回入って、あとは貯蔵庫で賄っていけば1万5000ぐらいは跳ねるのかなっていう気持ちなので、まあ、かなりマントル野手も可能性があるんではないでしょうか。まあ、今回はね、ちょっとどうしても、いやー厳しかったなー、タック来なかったなーっていうところと、まあイベント経験点とかもね、取れるものがなかったので、まあその辺を次回以降で詰めていけたらいいかなという感じはしております。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。